中日劇場は愛知県名古屋市中草栄4丁目の中日ビル内にあった劇場である。1966年5月、中日新聞社が中部日本新聞から中日新聞への開台を記念して中日ビル内9階に開場。日本で唯一の新聞社直営劇場であり、東海地区を代表する劇場として成長した。みその座、名鉄ホールと並んで、 名古屋の三大劇場の一つとして数えられている。1966年当時、空中劇場になったのは、低層階に劇場大空間を作り、その上にオフィスを重ねる建築技術では、費用がかさむため、舞台機構は空中劇場なので舞台セット搬入を搬入リフトで、行った。周り舞台には大ゼリに、小ゼリ1、すっぽんが上手1、下手1、 プロセニアムが演目で上下、オケピットに客席が、スライド収納、客席上空を斜めに横切る中のりは30メートル、1968年カラー、中継ケーブル設置、2001年6月5日からは、スーパー歌舞伎の作曲者、加藤和彦作曲のチャイムが、開演5分前と休憩終了後5分前になり、2018年劇場閉館まで、使われた。縄文は義。 中日新聞社の社長が扇の中央に描かれている。1984年の東予流、小栗方丸の中乗りでは、当時の市川猿之助通常は花道の上を中乗りするのを客席に対角線上に客の頭上を飛ぶ中乗りを日本で初めて行った。しかし、中日ビルの老朽化に伴う建て替えのため、 2018年3月末をもって営業を終了した。最終公演では1966年のコケラ落としと同じく中京五流部寮の特別公演が行われた。劇場閉鎖になったのは、官保、政保、農協の団体観劇がなくなり、観劇環境が厳しくなった事情も関係する。 閉館から1年が過ぎた2019年3月29日から31日の間、中日ビル閉館前のイベントとして1年ぶりに劇場内が公開された。2月に宝塚歌劇団の公演をはじめ、小竹東方製作の公演や特別公演、9月には名古屋踊りと桂米町一門会、12月には 中京五流舞踊公演に、吉本新喜劇、加藤時子のほろ呂いコンサートに、年忘れ東西落語名人会が行われている。中日文楽と称して、文楽の公演も2013年5月31日から6月2日、2014年5月31日から6月1日、2015年5月30日、5月31日、2016年5月28日、 5月29日、2018年3月2日に、行われた。2018年1月11日、中日新聞長官11面、中日ビルの建て替えについて、中日新聞社。 http://www.chunichi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュリリーススラッシュ cx201609280310001 と html2016 年9月29日閲覧ビル建て替えで中日劇場閉館へ。 nhk 東海ニュースウェブ、h t t p コロンスラッシュスラッシュ www3.nhk.or.jp、ok、スラッシュ t o k a i n e w s スラッシュ20160928スラッシュ3053671 html2016 年9月30日閲覧。中日劇場看万館の52年。オピリーナ。 http://opi-rina.chunichi.co.jp/.topic/.20180326-1.html2018 年9月21日閲覧2018年5月1日中日劇場発行中日劇場全記録2018年5月1日中日劇場発行 中日劇場全記録、みその座、存続へ、中日劇場と統合検討、名古屋経済会も支援。朝日新聞デジタル。http コロンスラッシュスラッシュ www.a.a.com スラッシュビジネススラッシュアップデートスラッシュ0207スラッシュ NGY201302060025.html2013 年2月16日閲覧。 ありがとうございます。